さん、ドラムロールってどうやればいいんですか。ドラムロールっていうのがあれですよね、結果発表の時に、結果発表みたいな感じのやつなんですけど、これはなんか他の考えでは結構ね、親指と人差し指でなんかちょっとね、こう圧力をかけるような感じでこう持って、でそのままこのままクイッとこう、ね、こう糸をキュッて引っ張るような感じ、ここに糸がつながってて、それをキュッて引っ張るような感じで、なんかこう手首を下に下げながらスティックをこうダメに圧力をかけるみたいな。でこれね、コツとしてはなんですけど、このギュッて同じ圧力で持ったままギュッて押し当てるとすぐに消えちゃうんですよね、こうやって。でこれをこの画面に当てると同時にちょっとずつね、指のこの圧力を抜いていく感じなんですよ。そしたら長くこうドラーってこういけると思うので、そのままこの右手も左手もまずはこのドルルルっていうのをまずはちょっと掴んでもらって、でこれを例えばこう絶やさないようにつなげたのがドラムロールっていう感じで、でこれもね、あのドラムロールの動きも、実はまあこのリズムの中で使えた方がいいと思うので、例えば16分音符タカ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 みたいな動作で、叩くと、腕の動作はですけど、そのまま今のこのこれに置き換えて、動きはずっとタカ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 みたいな感じですかね。あとはなんかこう6連符、僕は結構この感覚でやるような感じがあるかなと思うんですけど、6連符タカタ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 、マクドナルドマクドナルドのこう音のイメージというか動きの感覚で、みたいな感じでやると、結構ドラムロールもつながっていきやすいかなと思うので、そんな感じで練習してもらうといいんじゃないでしょうか。はい。